よいしょ。皆さんこんにちは。準備配信です。準備配信をしようと思います。とりあえず髪を巻いていきます。皆さんはお休みですか？皆さんはお休みですかね？髪はストレートじゃないですか？あ、今日はちょっと巻きです。ごめんなさい。大体ストレートの日も多いんですけどね。来て行かせていただきます。うん、だけどすごい寝てるね。髪を巻いていきます。今日も暑い、暑いんですよ。エアコンは効いてます。はい。あ、そう。アイロンは巻き用です。はい。くるくるしてます、いつも。今日38度？暑いね。それは。暑いですわ。ね、もう雨が降らないので全然、まあ、ありがたいですけど、はい、雨降らないのはすごい。私の日傘はお高い？え、普通です。多分普通。あ、でもあのファンの方からいただいたとても高級な傘も使ってます。はい、やっぱ全然違う。日傘はマジで本当にいいやつを使った方がいいって思いました。それでめちゃめちゃ変わります、はい、日傘はね。本当にちゃんとしたものを使うべきだなと。でもね、足が焼けるんだよね。日傘差してもさ、その太陽の方向によってさ、足が焼けるんですよ。そう、やばい。
そう、足がね焼けてますね。私はきっと、そうそう、あんまり足は出さないようにはしてるけど、サンダルとか履いちゃうとね、うん、無理だからね。私ね、テニス部時代はもう靴下焼けがすごいひどかったので、靴下履いてるんかってぐらい日焼けしてました。脱いでも靴下履いてるんかってぐらい。日焼け止め塗ってでもね、あれこう頻繁に塗らないといけないんですよ、日焼け止めもね。それがねできるかどうかの問題。日焼け止めももちろんなんていうの、まあ、まあよく使うし、まあ、ちょっとやっぱ選ぶじゃん種類を。なんかちょっと日焼け止めってさ、ベゾってしたするやつもあるんですよ。でも私もベゾってしたくないタイプなので、それを選ぶのにも大変です。はい、こだわりがあるので。そう、ベトベトするのあんま好きじゃなくてですね。そう、日焼け止めもね高く、そんな安くないので。でもやっぱ塗らなきゃいけないからね、出費も出費です、はい、日焼け止めにお金がかかるっていう。こんなビオレのやばい、ミスったミスったミオレの赤いやつ。もう確かになんか使ってる人多いな。私はそれじゃないけど、いいんだ。こんにちは。あやめろはアネッサでしょ。違います、残念、違います。とりあえず気持ちはいいとして、この毛を巻いていきます。
こんにちは。エアコンが涼しすぎてちょうどいい。ヘアアイロンしてると熱くなるので、そうちょうどいい。ちょうどいい気がします。やばい、足しびれてきた。しびれてきちゃった。すごい、15分も教えてくれるのかな。私の足は本当に素晴らしいね。素晴らしい。まあでも足しびれてきそうなんでまだ大丈夫です。しびれてはない。しびれてたら多分こんな平常心保てないです。うん、ちょうどいいぐらいに髪の毛が終わりそうですね。じゃあやばい、足しびれてきた。足が。そうかな、余熱で。いい感じですか。お、出ました、880。素晴らしい数字です。素晴らしい数字ですね。ありがとうございます。ちょっとあとはちょっと前髪を押さえてから、はい、ありがとうございます。今日も暑いので皆さん体調には気をつけつつ、ちょっと巻き失敗してるかなこれ。なんか巻きの調子が悪いですけど、
まあこんなもんですよねこんなもんかなっていう。ちょっと直そう、一瞬直します一瞬直しますね、一瞬ちょっとあの調整入ります。こんなもんなんですけども、ちょっと気に入らないので直します。一瞬直しますね。そう、アディショナルタイムですね。はいはいはい。アディショナルタイム3分ぐらいでちょっと終わらせたいんですけども。いい感じですね、いい感じです今のところ。確かにね、ファンの方からするとなんで髪がね気に入らんのか分からんわな。そりゃそうやろね。そう、まあ、自分にしかわからないことがあるんですよ。ちょっと自分にしかわからないことがあるんです。ちょっと左側がねうまくいかないんですけども、なんでなんだろうか、なんでなんでしょうかね。ちょっとやりすぎると髪が傷んでしまうので、ちょっと簡単に言ったらその巻き方が左右ちょっと違うみたいな感じなんですよ。ちょっと変わって見えるというか、そうファンの人からしたら一緒かもしれないけど、そう巻き方が若干ねちょっと違うんですよね。まあでもどうせね取れますし結果どうせ取れますしとか言って、そうはいはいはい、こんな感じでいいと思います。ということで皆さんありがとうございました。そうきっとね、まあ自分がいい感じって思えばいい感じなのでポジティブにね。ということで皆さんありがとうございました。バイバーイ、ありがとう。